こんにちは、バルサラです。今日はですね、スーパーで見つけました夏の野菜の一つといえばこちら。わかりますか？綺麗ってちょっとわかりづらいですけど、冬瓜です。冬瓜、冬のウリって書きますよね。そのまま切らないで取っとけば冬まで持つそうなんですよ。だから冬瓜って言うんですけど、冬瓜って食べ方わかんないですよね。スープにするか、あんかけのなんか煮物にするかみたいな。YouTube とかネットとか見てもそんなにね、作り方豊富にある野菜じゃないんですよね。いろいろ考えたんですけど、夏の野菜にウリって多いじゃないですか。メロン、スイカ、全部ウリですよね。あとこれから始まるカボチャ、カボチャもウリですよね。冬瓜もウリ。ということは、冬瓜に砂糖をかければ美味しいんじゃないですかね。ということで、冬瓜を使って冬瓜ジャムを作ります。今日使う材料です。冬瓜とレモン汁とグラニュー糖です。グラニュー糖は普段使っている上白糖でも構いません。上白糖、グラニュー糖は冬瓜の重さのだいたい 40%。 なので今日は冬瓜が 400g なので、グラニュー糖 160g 使います。冬瓜の量に合わせてグラニュー糖、砂糖の量を変えてください。まず冬瓜の皮を剥きます。皮は結構厚めに剥きましょう。で、だいたい1センチ弱、0.5 とかセンチぐらいの角切りにします。こんな感じで冬瓜切り終わりました。それでは鍋に入れます。先ほど切った冬瓜を鍋に入れて、で、砂糖、上白糖でもグラニュー糖でも構いません。 40%、 冬瓜の重さの 40% まずね、全体に入れます。これで30分まず置きましょう。で、30分経ちました。30分経ったらですね、水を 200ml、1カップですね。で、この水なんですけど、白ワインでも大丈夫です。白ワインの方がコクが出ていいと思います。お子さんがいる方やアルコールがね、ちょっと苦手な方は水でお願いします。まあアルコールが飛ぶので白ワインで作ってもそんなにアルコールの感じは残らないです。では水 200ml 入れて、その後に、レモン汁大さじ2入れます。で、今回冬瓜 400g 使ってるんですが、だいたい水とレモン汁は600とか700ぐらいまでは同じ200と大さじ2でいいと思います。で、これで水がなくなるまで煮詰めていきます。アクが少し出るので、アクは最初の方だけでいいです。取ってください。だいぶ煮詰まってきました。もうここまで煮詰まれば完成です。もう見た目は冬瓜ってわかんないですよね。洋梨とかリンゴとかそっち系なジャムとほぼほぼ同じような感じがします。冷蔵庫で冷ましたら冬瓜ジャムの完成です。味はですね、リンゴのジャムに非常に近いです。ヨーグルトに入れたり、パンに塗ったりして食べてみてください。もしこの動画が良かったと思ったら、評価とチャンネル登録をお願いします。